ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。都営丸ごと切符の元を取るぞー。日暮里・舎人ライナーです。よく間違えるので、もう一度。日暮里・舎人ライナー。これで覚えましたか？日暮里・舎人ライナーは、コンピュータ制御による自動運転を行う、新交通システムです。23区内最後の鉄道空白地帯と言われた、足立区西部の足として2008年3月に開業。日暮里駅まで行きましょう。日暮里駅に到着しました。年末なので、混雑率は全員着席ができる30といったところです。新交通システムの分岐器は道路ごと切り替わるから、大掛かりですね。途中、新型の車両を見ましたが、撮影し損ねました。下五印田橋に来ました。ここが、トレインミュージアムです。右側が、京成線。その隣が、常磐線。その隣が、上野東京ライン、東北本線、宇都宮線。その隣が、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線。京成が来ました。京成上野駅が地上を走ります。反対方向は高架を走ります。左側が京浜東北線と山手線です。常磐線の日立ときわが来ました。北陸新幹線が来ました。寒いので、どこかお店から見たいですね。高架を京成スカイライナーが走っています。成田空港駅です。上野までは、京成線で行ってみましょう。京成上野駅です。3500万人が利用したんですね。スカイライナーは時速160キロで走るんですよ。特急型電車はかっこいいですね。駅に行きます。都営バスの映像がありません。都営丸ごと切符を使うために大江戸線に乗ります。大阪メトロに次いで鉄輪式リニアモーターです。はい、あのリニアモーターの力で走ってるんですよ。都営浅草線です。京急が伝わらん。奥にも京急の車両が止まっています。
やけに駅のアナウンスが多いと思ったら、都営浅草線の新型が来ました。窓ガラスに QR コードが貼ってある。 QR コードでドアとホームドアとを連動させるそうです。この駅はホームドアありませんでした。都営浅草線は直通運転で多くの車両が見られるので結構おすすめです。都営丸ごと切符で品川駅に連れて行かれたらどうなるんだろう。今度は京成の車両が来ました。都営丸ごと切符で結構乗れました。ご視聴ありがとうございました。